じゃあ陶酔試験について説明してもらっていいですか。はい、陶酔試験は今ちょうどやってるんですけど、卒論でもやってる実験で、このサンプラの中に土が入ってます。でその土に上からこの水をずっと流して、ここからここに線があるんですけど、ここからここまでの距離をどれぐらい何秒何分でこの水が通り切るかっていうのを調べて、土の中の透水性を測る実験です。農地工学を勉強中の皆さん、こんにちは。はじめまして、深田と申します。13回目と14回目を担当させていただきます。よろしくお願いします。何をしようかなって思ったんですけれど、土壌の陶酔試験って言ったら、変水陶酔試験とかダルシーの法則を使って陶酔係数を測定するっていう実験ですね。まあ、ぶっちゃけそれはもう勉強したし新しい実験やってみたいと思います。岡原くんはヘルショーの流れって知ってますか？ヘルショーさんっていう人が作り出した流れを可視化するための技術、ダルシーの法則と似てる。ダルシーの法則っていうのはフラックスが導水勾配に比例するっていう流れのことですよね。はい、フラックスって何ですか？フラックスっていうのは、例えばこの土壌の通水断面を A ってしたときに、流れた水の量、流量を A で割ったもの。断面積で割ったもの。はいはいはい、それがフラックス。そうですね。土はさ、詰まってるから、土の土粒子じゃない部分を水が流れるんですよね。だから本当はその流れてる部分だけ考えることができれば理想だと思うんですけど、それはなかなか難しいから、土の断面積 A で割るんですよね。土っていうものがあるけれど、この断面積にわたって平均的な流速っていうものを考えることができますよね。導水勾配は、圧力の流れ方向の勾配、資料の長さ L に対して L 分のデルタ H みたいに、こっちとこっちの圧力の差を資料の長さで割ったもので表しますね。じゃあその導水試験で圧力の差は今どこになってるんですか？圧力の差ですか？圧力の差がないと水流れませんよね。上と下ですね。ということですね。こんな感じになって、ここに水の柱があって、はい、まあ、ここら辺にこう水面ができてる、はい、で下側は、まあ、言ってみりゃここからこう水がこう流れてる感じでしょ、はい、だからここの水面とここの水面のこの高さ、これが圧力差ですよね。流れを生み出す勢いみたいなもんですよね。勢いついてもかい、勢いをつけてるんですよね。高さですか？そうですね。だからそれもっともっとここを高くすれば少しだけ速くなりますよね。おお、ですよね。そうなりますよね、うん、高さがどん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 下がっていくから、どん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 ゆっくりになっていきますよね、流れが。重さ、水分の重さがなくなる。水分の重さがなくなるからね。でそれをまあ感覚的には分かるけど、式で書くとこんな感じなんですよね。ヘルショーの流れっていうのはすごく細い隙間の流れなんですよね。その隙間の流れっていうのは土の中の流れと同じように流速が、圧力の勾配に比例するっていう関係を満たしています。だからなんか似てるんだよね。でこのヘルショーの流れをどうやって作るのかっていうのが、まあ、私の中の課題だったんですけれど、2枚のアクリルの糸があって、でこれをこうやってピトって貼り合わせる。そうするんだけど、完全に貼り合わせちゃったら隙間が作れないからですね、シートパッキンって呼ばれる、まあなんか紙なんだけどね。でこれをね1枚かませます。ここは隙間がなくなるんだけど、この間この部分にはわずかに隙間ができますよね。シートパッキン分の隙間で
そうですね、アクリルの板の、一方には水を流すために、2つ溝が切ってあります。なのでここに水を入れてこちら側からこちら側に向かって、まあ、水を流してみようかっていう。じゃあやってみたいと思います、はい、なんとなく実験装置を組み立ててみました。ここの水面はこっちのマリオットタンクから水を供給して、水位を一定に保っています。マリオットタンクが、コポコポって言ってるのは水が流れていることを表していますね。で、水が出る方向はここに水面がある。この水面は、水でサイフォンの容量でこっちの水面に、つながっている。でここから水が溢れることでやはりこっちも一定の水位を保っています。でここに水面ができてるね。なんかすごくいびつな水面が白い線のところ、ね、白い線のところに。ここら辺の水面の位置は左右にある水が溜まっているところの水面よりも高い位置に水面が。で、マリオットタンクにメモリを打ってあるんで、このメモリを読むことでどのくらいの流量で流れているのかっていうのを測ってみたいと思います。実験開始時にマリオットタンクの水面は実験机の上から 22.2 センチあって、で23分後に 21.4 センチまで下がって、42分後に 20.9 センチで、1時間2分後に 20.3 センチまで下がったっていう、まあ、簡単ですけれど、マリオットタンク の、 体積の関係で、まあ、およそ1センチで18グラムぐらい水が流れてるっていうのが、前もって分かっているので、これを使う と、流れた水の体積が出せますね。流量で表すとどうなるかっていうと、 14.3 立方センチを、23分、これは 23×60 秒だから、流量を出すには、違います、これは体積 で、 それを時間で割ることで流量にしてますね。単位時間あたりどれくらい水が流れたかっていう、流量ってそういうもんですよね。 1.0×10⁻⁴ 立方センチメーターパー秒みたいな流量が出てきますね。平均するとおよそこの3番目くらいの値ですね。ここからちょっと難しい話になるんだけど、ヘルショーの流れの理論的な部分を調べなきゃいけないんですよ。つまり私たちは、流量 Q と例えば隙間を H とすると、その関係を知らないといけないですよね。この Q から H を予想するためには Q と H の関係を知ってなきゃいけない。でそれはですね、昔に調べられていて流体力学の問題として解かれているわけなんですけれど、ちょっとその部分を勉強しないといけないですね。しましょう。はい。例えばハーゲンポアゾイユの流れって知ってる？塩管内の水の流れですよね。こういうふうな、こういうふうにこう速度が分布するんだよっていうのを数理学で勉強しますよね。ここの分布の形がどういうふうに数学的に表されるかとか知ってますか？忘れましたね。じゃあこの形何に似てますか？楕円形ですか？はい、そうですね。これ放物線なんですよね。こういう例えば円管内ではどういうふうに流れが分布するとか、そういうものを考えるときにまずどこからスタートするのか知ってますか？知らないです。分布の形状っていうのはもっと基本的な方程式から導出することができるんですね、それは流体の運動方程式と呼ばれているものです。そうですね、確かに物理を学んだ人は物体の運動を支配している方程式のことを運動方程式って言うっていうのを知ってると思うんだけど、流体の運動もそれを支配している方程式があります。私たちはそれを今から、細い隙間の流れに対してこう適用しようとしている。板がめちゃくちゃこう接近している時のこの中での流れですね。例えばこうこちら側に向かって流れるような状況を考えると、
板の壁面にくっついてる水は動かないはずですけれど、板の真ん中あたりでは水がたくさん動くだろうと。だからここもなんか分布するはずなんですね。どんな、はい、動かないと、まあ、普通は考えますね。宇宙から大気に突入するあたりのめっちゃ希薄な流体ではこういうことは考えないけど、あの水とか壁面にピタッとくっついてる部分は壁面が動かないから、壁面に付着してる水も動かないだろうと、まあ考えます。運動の方程式を考えるんですけれど、この流れは定常な流れ、さっき小川原君が言ったみたいに加速していない流れです。力の釣り合いが保たれてる。どこどこなんですか？おー、いいですね。どこかとどこかの2つの力が釣り合ってるから流れが加速しないんだと考える。流体の要素をこう切り取ってくると、こちら側を Z 方向にして、流れる方向は X にしましょうか。何が流れを生み出してるんですか？流そうと思ったらどうするんですか？水を出すということは蛇口をひねります。なんで蛇口から水が出てくるんですか？止めているやつが、うん、開けるから。でも開けても力が加わってなかったら水出てこないんじゃない？もともと押されてるんですね。そう、押してるから水出るんですよね、はいはい、押す力っていうのが水を流そうとする力のことです。デルタ Y、デルタ Z のこの2つの面、はい、加わる力を考えてるんですけど、はい、こちら側よりこちら側の方がちょっと圧が低いから、こちら側に流れようとしますよね。今こっちを PX みたいに書いたら、こちら側の圧力は X たすデルタ X における P ですよね。 PX たす LP デル X のデルタ X みたいに近似的に書けます。こう圧力の関数がこうなってた時に、ここの値を使ってこっちの値を予測したいとする。ここの分だけ足せばいいわけですよね、 PX に。でここの分っていうのは、ここにおける傾きにこの幅をかけたものです。だって傾きってデルタ X 分のデルタ P なわけだから。近似的にって言ってるのは、これは直線じゃないからね。これをもう少し数学っぽく書くとこうなる。これはですね、偏微分の記号で、普通はさ、y イコール fx みたいに変数は一つだけだったんだけど、今ね、3方向同時に考えてる。いやすごいことですよね。で、そういう時に、この p を x で微分するっていうことを、言うために、微分の記号を変えておくんです。この2つの面の圧力の差を考えると、この部分が出てくるんだよね。これにこの面の面積かけたものが流れを生み出している力になっています。圧力に面積をかけたら力ですからね。ラウンド P ラウンド X のデルタ X かけるデルタ Y デルタ Z、これと何かが釣り合ってるから定常な流れが起きるんですけど、何が釣り合ってると思いますか？壁の接触面。接触面で何が起きますか？摩擦力。ああ壁ではなく流体同士で考えるんですね。おお。この流体の上にも流体があって、はいはいはい、この下にも流体がある。はい、横にも。ああもちろんですね、はい。この流体っていうものが真ん中よりも早く動こうとする。そうすると、はい、上のやつは下のやつを引っ張ろうとしますね。はい、その力を表現する方法知ってますか？粘性係数×流速の勾配で表す。今この上側の要素が真ん中の要素と接している部分で、ずれる時に発生する面に発生する力のことを言っています。この流体の要素のこの下側の面、下側の面はその下の流体によって、そうですね、こっちの方がゆっくりだからね。さっきと同じことをやりますね。 Z プラスデルタ Z 進んだところで表したい。 Z における値にこれだけの、余計な部分を足したものになりますね。2つの面の応力の差っていうものは、この部分で表されて、これに応力が発生している面を
掛け合わせたものになりますね。デル字乗 U デル Z 字乗のミュデルタ Z、 これにデルタ X デルタ Y っていうこの部分の面積をかける。さあ長かったですけど、これが釣り合ってるからこれとこれが等しいんですね。こちら側が流れを作り出す力、それに逆らう力、この方程式に見合う uz となる関数を見つけることができれば、私たちは流速分布を得たことになる。難しいですね。ちょっと分かんなくなっちゃった感じだな。なんでこれを作ったかっていうと、この隙間の中でどんな流速の分布が生じているか知りたかったんですよ。その流速分布はこの方程式を満たしてるって言うんですね。どんな関数だと思いますか？おっと、なんでわかったの？確かに直感的に放物線だなって思いますね。放物線がこいつを満たしてるって岡原くんはもうそろそろ言えるんじゃないかなと思うけど、ここにも微分が現れてるけど、こいつはただの定数だってことなんですよ。ということは2回微分したら定数になるような関数を見つけなさいっていう問題です。じゃあ1回微分して定数になるものは 3x、 はい。じゃあもう1回微分して 3x になればいいですよね。つまり2次関数が答えとして出てくるんじゃないかと思うわけです。これを1回ほど積分します。μ 分の1デル P デル X の Z プラス積分定数がつきます。何でやったんですか？何で Z ですか？そうですよ、今変数は Z なのでね、 Z 方向の流速分布を出してるから。もう1回積分すると、2分の Z 次乗足す CZ プラスもう1回積分定数がつく。境界条件って呼ばれているものを使います。板に接しているところでは流れない。 Z イコール0と Z イコール H、 今この厚みを H として、で U は0にしようと、そうなるようにこの関数を決めてしまおうと。 Z に0を入れたら D が残るから、 D は0じゃなきゃいけないですね。もう一つ Z イコール H、 これを計算するとになるけれど、そう Z を H にしました。だけどこれは条件から0でなければいけないから、ラウンド P ラウンド XH みたいになるかな。出てきた形をここに戻してあげて式を完成させる。 Z Z-H